藤沢さつきは日本のカーリング選手。北海道北見市出身。ロコソラーレ所属。2018年ピョンチャンオリンピック銅メダリスト。愛称はサっちゃん。同じチームの鈴木優子は父親が重慶帝同士の鳩子にあたる。主な経歴。グランドスラムワールドカーリングツアーにおける最高峰の大会シリーズであるグランドスラムの成績。 アジア冬季競技大会ワールドカップ、中部選手権ジュニア藤沢がカーリングを始めたのは5歳の時であった。中学校の教員で元カーリング選手にして長野オリンピックの最終候補選手に選ばれていた。父にカーリングリンクに連れて行ってもらったのがきっかけだったも、父の影響でカーリングを始めていた。同年代の子供と比べ体が大きく、 重さ約2 0ラムの大人用ストーンを操れる天性の技術をすでに持っていた。姉曰く子供時代からすでに負けん気がすごかったという。姉と同じ地元北見のチームステイゴールド2でプレーするようになる。中学1年生の時、父は感覚よりも理論を重視する次女の素質を見出し、姉と交代する形で、 チームの作戦を立てるスキップを任せるようになった。後にチームメイトになる吉田智奈美は練習試合で藤沢のチームと対戦した時に同い年と聞いたけど私たちとは比べ物にならないくらい上手かったと思ったという。2007年北海道北見北斗高等学校に進学。チーム北見のスキップとして高校1年生、2年生の2期連続で 日本ジュニアカーリング選手権優勝、パシフィックジュニアカーリング選手権優勝を果たし、世界ジュニアカーリング選手権に出場する。この時期の日本のジュニア勢には、すでに中学生時代に、日本選手権で準優勝経験のある、吉田智奈美、鈴木優子、小野寺啓夫、吉田優里花の後のオリンピアン4名からなる、ロビンス、2008から2009年シーズンから、高校生として、 日本選手権で2年連続準優勝を果たす吉村やからのウィンズというジュニア年代ながら、すでに日本トップクラスの力を持つライバルチームが存在しており、彼女らとの競争を制しての日本ジュニア連覇であった。この時期は日本選手権こそ日程の重なる世界ジュニア選手権への出場のために出場できなかったものの、すでに 天才の称号を欲しいままにする存在になっていた。2009年から2010年シーズンには、高校卒業を前に、市川美余り、清水恵美、佐藤美幸からなる、長野県のカーリングチーム、ウィッシュに移籍加入する形で、この年に創設された中部電力カーリング部のメンバーとなり、当時チーム最年少ながら、後の対談まで、不動のフォーススキップとなった。 2009年12月の日本ジュニア選手権では3位にとどまり、個人としての3連覇は逃したものの、2010年3月の日本カーリング選手権大会に個人としても、チームとしても初出場して3位に入賞する。高校卒業後は、地元の北見市を離れ、中部電力に入社。翌2011年から日本選手権を3連覇し、2013年の 世界女子カーリング選手権にも出場して7位となり、ソチオリンピックの国別出場権獲得はならなかったが、最終予選への国としての出場権を確保した。しかしソチオリンピック出場をかけた2013年9月の世界最終予選日本代表決定戦で追われる立場。負けられないプレッシャーに屈する形で、小笠原歩美が率いる北海道銀行フォルティウスに、 敗れて、出場を逃した。そち五輪後に開催された日本選手権では、そち五輪で、当時の日本女子最高順位体となる5位になった、北海道銀行を破って4連覇を達成するも、藤沢にとって、どうしたらいいかわからなく、5連覇がかかった2015年の日本選手権では、決勝トーナメント進出を果たせず敗退。藤沢はこの大会を最後に2015年3月末、 中部電力を退社した。地元の北海道北見市での活動を検討していると報道された。質を抱きながら、故郷の北見に帰った藤沢は、元橋まりと会食の機会を持った。その席で、さっちゃんも入らない私たちは、もう次に進んでいるよという元橋の言葉に心を動かされて、ロコソラーレへの遺跡を決心した。北見市にある、 保険代理店株式会社コンサルトジャパンに所属し、事務として勤務しながらトレーニングを行うようになる。しかし移籍後しばらくは練習に思うようについていけず、試合に勝てない日々が続いた。そんなある時、サッチャンのやりたいようにやればいいんだよという元橋の言葉がきっかけで前向きな気持ちを持てるようになっていった。そして、ロコ・ソラーレのチームメイトと共に、 練習や試合を積む過程で自分が先頭に立ってチームを引っ張らなくてもいい弱みを見せてもいい頼れる仲間に出会えているから一人じゃないんだと考えることができるようになり自信を取り戻せたという藤沢が自信を取り戻したことでロコ・ソラーレは快進撃の道を歩むようになっていった2016年 日本カーリング選手権大会で優勝し2016年世界女子カーリング選手権大会で準優勝に輝いた。この世界選手権決勝のスイス戦では第9エンド終了時点で6から7と相手に1点リードを許した日本代表が高校で迎えた最終第10エンドでスキップの最終投てきがナンバーワンに入れば7から7の同点となりエキストラエンド突入という場面で 藤沢が投じたラストストーンがハウスを通過する痛恨のミスショットとなってスイスの前に敗戦を喫して優勝をさらわれた。その試合後に藤沢は最後のショットを決められなかったのは私の責任と解墾のコメントを残した。2017年2月の札幌時アジア大会カーリングでは銅メダルにとどまるが2017年9月の ピョンチャンオリンピック代表決定戦では自身の古巣である中部電力に勝利して自身初めてのオリンピック出場を叶えた。この時藤沢は4年前に負けてカーリングをやってていいんだろうかと思いました。このメンバーで戦えて幸せ者だなと思います。私以上に周りの人が信頼してくれチームメイトに支えられたし五輪に出ていない悔しさがありました。ここから また五輪まで成長できればと涙を流しながら述べた。また、中部電力がいたからこそ、私たちの成長があったと古巣に感謝の言葉を述べている。ピョンチャンオリンピックでの銅メダル2018年、藤沢はピョンチャンオリンピックに臨むにあたり、勝てなくても憧れられる、尊敬されるカーラーを目指すと、心に近い、折れない心を身につけるためのメンタルトレーニングに、 取り組み続けてきた。迎えた本番で藤沢がスキップを務める日本は開幕3連勝を飾ったが終盤2連戦で藤沢のミスが続き連敗を喫し自力突破がなくなった一方で4位争いをしていたアメリカが敗れたために結果的に過労じて予選を4位で突破予選最終戦の対スイスでミスから大敗したため正直複雑と答える。 準決勝で韓国と対戦して敗れ3連敗となるも3位決定戦でイギリスに勝利しオリンピックにおける日本のカーリング史上初のメダルとなる銅メダルを獲得した。考えるカーリングが決実しての銅メダル獲得であることとともに藤沢は自身が目指したメダルの似合うグッドカーラーになることを叶えた。 ミックスダブルスでの戦績ピョンチャンオリンピック直後の2018年3月に行われたミックスダブルス日本選手権に協会委員会推薦枠として SC 軽井沢クラブの山口武氏とペアを組み参加。ラウンドロビンから8戦全勝で優勝し、日本の女子カーリング選手としては小笠原歩に次いで2人目となる4人制、ミックスダブルス両方で日本選手権制覇を達成。 4月にスウェーデンで行われるミックスダブルス世界選手権の出場権を獲得した。世界選手権では日本勢史上最高の5位入賞を果たす。2019年3月の日本選手権は前年度優勝ペアとして再び山口とペアを組み参加。ラウンドロビンから急戦全勝で2連覇を飾り、4月にノルウェーで行われる ミックスダブルス世界選手権の出場権を獲得した。世界選手権では、準々決勝で、オーストラリアに逆転負けを喫したが、2年連続で5位入賞。2020年3月の日本選手権は、前年度優勝ペアとして3度、山口とペアを組み参加。ラウンドロビンから無敗で決勝に進出するも、決勝では同じく無敗であった、松村千秋。 タニラ・ヤスシシンのペアに敗れ準優勝。ペア結成後続いていた国内での連勝記録が25でストップした。ありがとうございます。